よし、recording? 食べるぞ。今日はお出かけしてて、で家に帰る時にもう超野菜が食べたくて、なので今うちが自分が何をやってるのか分かんないんだけど、クックパッド見ながらタイ風ひき肉の炒め物 と、雑穀米ご飯とセロリとサニーレタスを食べます。食べていい？一人だけど。オッケー、セロリから。今日はマヨネーズにつけて食べるんだけど、ガブって食べるのがすごい好き。It's good! え、めっちゃ美味しくできた。ちょっとしょっぱい。けど美味しい。幸せ。サニーレタスです。ここに手は綺麗に洗いました。何やってんだろう。まさかね、まさか自炊したご飯をこうやって取る日が来ると思わなかった。はい、こうやってパクチーも入れて、うまっ。この唐辛子は辛いのが苦手な人は入れないでください。うちは結構人の3倍ぐらい入れてるから。ちょっとね、キムチ持ってくる。はい、お母さんがね作ってくれた、見えるかな、レンコンと、きゅうりのキムチで、レンコンのキムチって食べたことなかったんだけど、めっちゃ美味しい。お肉とご飯とここら辺の玉ねぎとかを入れて、食べる動画を撮るのって4年ぶりぐらいじゃないかな。チョコのルーム始めてすぐぐらいの時に、実家のね、実家のお店、韓国料理屋でご飯食べてるやつを何気なく撮ったわけよ。なんかチョコのルームの中でそれだけ一番再生されてて、食べるのを見るのって結構やっぱみんな好きなんだなって思って、ずっと考えたんだけど、まさか今日こんな思いつきで撮るとは思わなかったから、わかんない。これをアップするかどうかはわかんない。今日はマヨネーズなんだけど、セロリね、ごま油と塩混ぜたやつをこうやってつけるとめっちゃ美味しい。それもすごい好き。でも久々マヨネーズが食べたかった。うちの彼はね、
マヨネーズがあんま好きじゃないんだよね。だから家にね、マヨネーズがないの。初めて買った。で、うちよりも彼の方が料理上手で、パスタとかめっちゃ美味しいから、ちょっとお願いして動画撮ろっかな。パスタ動画撮ってほしい人はコメントで背中を押してください。待ってます。そしたら彼がもう撮るしかないってなるから。もうレンコンめっちゃ美味しい。みんな野菜ちゃんと食べてる？うちはなんかハワイにいた時に、ハワイのおばちゃんとおじちゃんがベジタリアン、あ、ビーガンだったのね。もうご飯が超野菜ばっかだったの。でも別になんかそれが嫌いではなかったんだけど、気づいたらずっと野菜ばっか食べてて、だから結構野菜を多めに摂るのが癖になってる。だから本当にそういう経験に感謝だよね。もうちょっと辛く食べたいからね。これ韓国のカプサイシンのパウダー、辛い、めっちゃ辛いから超気をつけなきゃいけないけど、これぐらいでもう超十分。これを混ぜて絶対美味しい。なんか辛さに慣れちゃったのかな。あんま辛くなかった。もうちょっと後でかける。今年はこうね、コロナちゃんがもし落ち着いたら、タイに行ってタイ料理、本場のタイ料理を食べたいと思ってるの。生きてるうちにこの国の料理だけ食べれますって言ったらどの国にするってよくなんか言わない？で、うち韓国料理と思われるんだけど、タイ料理がいい。タイ料理だったらもう毎日食べれる。パクチーとか香辛料大好き。さっき言ったようにこれアップするか分かんないけど、なんかもしアップするってなったら、こうやって動画撮ってなんかみんなと食べる感覚になろうかな。結構一人でこうもしゃもしゃネットフリックスとか見ながら食べてるから、キュウリうま。 YouTube でよく見る動画が、それこそメイク動画とか見たりするんだけど、一番やっぱりよく見るのは ASMR で、 ASMR ってさ、こう咀嚼音、食べる音、なんかハシュハシュハシュみたいな、それ見るのが超好きなの。寝る前こうやって見てて、で彼がチョコ何見てるのって言ってちょっと惹かれた時もあるんだけど、牡蠣、あの海の牡蠣をこういう風になんかって食べてる、そういう動画をずっと見てたんだけど、だって超気持ちいいんだもん。なんかそうで、人が食べてるの見るの超好きなの。それぐらい食べること超大好き。めっちゃ匂いすごい。でうちもこれ最初は、あ、このパウダーは辛いかもって思ったけど、やばい、慣れてきてしまった。なんかもっと欲しいってなってる。欲求不満？最後の一口。ごちそうさまでした。美味しかった。
見てくれた人ありがとう。これが上がるかどうかは分かんないけど。See you next time. And remember, you are beautiful as you are. Bye!